明けましておめでとうございます。たくさんの、メッセージをいただきましたんで、とても全員には返信できないんですけども、何人かね、ガラガラポンで抽選のような形で返信を送らさせていただきます。今回はですね、柳田さんにその白羽の矢が立ちました。丁寧なメッセージありがとうございます。返信がすごく遅れたでしょう。そのぐらい私今日やってましたんでね、まあお察しいただければと思いますけども、 FX の方もね、どんどんこう切り開いていかないといけないときに、やっぱりね、基礎固めっていうのに時間がかかっちゃうのはこれ仕方がないことだと思います。というのが、やっぱりね、1日に取り分ける時間がどのくらいなのかってことが結構ね、肝になってくるんですよね。教材が良くてもやっぱり教材についていかないといけないんで結構大変だと思いますけども、そういう意味ではね、日々私の方でも分かりやすく伝わりやすいような FX の動画配信に努めてますので、これからもご活用いただければと思います。そして相場があくまでね、まだちょっとありますんで、今日も休みだと思いますんでね、FX の方はもうちょっとね、休憩ができると思いますけども、ただね、やっぱりこうコンサルを使ってる以上、もっともっとね、アプローチしてもよろしいかと思いますし、私でも回答できることがあると思いますので、遠慮なくね、こちらのメッセージの方に送っていただければと思います。まあ、メールの方ですね。で、柳田さんの方からね、メッセージをクエスチョンでいただくと、私もね、とってもいい返信のコンサル動画ができると思うんですよ。ですから、そういうのも、ね、込みで、これからも当てにしていただければと思います。私もね、多少ね、FX が、なんかその理解できるようになってきたっていうのかな、高いレベルっていうのはとても無理ですけども、やっぱりね、解決できるものが結構増えてきたかなと思いますんで、今年2021年はね、さらに FX で稼げる人をどんどん作っていくために伝える力を、鍛えていこうと思います。かなりね、相場感っていうのはその微妙なところがね、伝わりにくいんですけども、それもね、いわゆる伝え方だと思いますし、あと受け取り方もこちらの方からこう、まあ、教育といったらおこがましいんですけどね、こういうふうに受け取ったらいいんだよってものが今覚えながらに見えてきたんで、難しすぎてわからないものもこう分解したら理解できるよねってことをね、ちょっと言葉にしていこうと思いますので、その辺も期待してください。それではね、本日もよろしくお願いします。2021年明けましたおめでとうございます。ということで再スタート、よろしくお願いします。